最後は教育です。2050年、地球は丸ごと学校になります。いい学校に入るためとか、いい会社に入るためとか、そういう勉強も大事ですが、これからは一人一人がたくましく豊かに生きるための教育が求められてくるでしょう。毎日楽しくたくましくワイルドな先生のもと、子どもたちは生き生きと育っていきます。そして学び方も人それぞれ。どんな小さな子供でも大きな夢を持ってこうなりたいと思いながら、ワクワクして自分なりの学びで成長していきます。なりたいように学ぶ、そんなポジティブな教育のイメージは、強いられるような勉強という言葉もその意味を変えていくかもしれませんね。たとえ辛い勉強でも夢のためなら頑張れますよね。未来の子どもたちは、友達もライバルも世界中にいっぱい作っちゃう。自分の国を愛し誇りを持つことはもちろん、文化の多様性や人種の違いも当たり前のように受け入れて積極的に楽しむ世代が、国境を取っ払ってくれる日は近いと思いますよ。クラスメートは地球人。そんなピースな子どもたちが地球狭しと遊び学びまくる時代へ。未来は眩しいくらい明るいですね。